フィーバーの容量増えためんどくせえな、これ。いる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 。ああ、恐ろしいのがいる。ああ、怖い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 。あ、怖っ。怖っ。ちょっと待って、これエグいねんけど。空振り打ったところでこれ当たんねんな、結局のところ。家ビエ。家ビエです。家ビエどれ入れよう。じゃあどれ入れよう。あ、しくったこれ。いや、一回食らおう。あー、金消えた。痛い。え、何ダメージ ?20 ダメージ。あー、なるほどなるほど。痛いねー、20ダメージは。桃入れちゃうか。あるしな。空振りもったいないからな。錠前でもいいねんけどな。あー、てか錠前入れんの忘れたし、マゼモンで。マゼモンまだ出てくる ?39 回。粘ったら。39回。あ、出てくんな。ん?銀あるよな。入れよう。じゃあ、桃入れます。よし。じゃあ、こいつは経験値稼ぎになると、ここで。ありがたい。誰君。おー、怖い怖い。はい、おはよう。いやー、ありがとうありがとう。冷え冷え最高。マジで取っておいてよかったー。ただの経験値稼ぎやから、1600の経験値になるからな。美味しい。あ、桃回収。桃回収できました。いいよ。いいよ。こいつはね、ちょっとめんどくさいんで、早めに倒したいんで。ちょっともったいないけどな。ちょっともったいないけど。これでいきます。いやー、出すぎ出すぎ。なんかいるし、んだよ、チーム。うわぁ、マジで言ってる、それ。OK。やるべ。いやぁ、こきっちぃ、ちょっときっちぃっすよ。これは悪いよね。鈍足間に合うかな。よいしょ。よいしょ。こいつは巻物だよな。なんで大事な巻物をとりあえずこれ入れとこう。2本だけ。で、あと戦うもん、普通に。癒し出して、もう壺に入れておこう。これで最悪、逃れられるな。あー、危な。よし。あ、強情だ。こんにちは。イダテン。イダテン行きましょう。加減のいいね。まだ出てなかったんや。俺も加減のいいハマったんやけど。よし、ここでとりあえず夜になるまで待って、で、マゼモンの、あれを待ちましょう。倍速で動いてるやついたら優先的に倒しに来たよな。あー、違う、倍速じゃない君。倍速じゃない上に防御めっちゃ強いじゃないの。あ、でも攻撃外してくれた。ラッキー。オッケー。
いった。混乱しててもな、当たるとき、あ、校長校長、おい先輩、あーちょっと見えない、あーあーあ、焼きおにぎりになっちゃったよ。こっち行こうか。あ、エリガンス、エリガンじゃないわ、あよ行って、あー危ない、よいしょよいしょよいしょ、いい、強いね、攻撃力っていうか防御力も高いし攻撃力も強いからな、あいつに関しては。よいしょー、奥、とりあえずこれで対策はできた。よし、50ダメージ、ハゲヌイ以外ちょっと一回ここに置いとくか。気配察知。ここで怖いやつってもうおらへんからな。いやー祝福増えてほしい。祝福の枠さえ増えればもうチャンス到来なんだけどな。坊城ちゃんもうちょっと出てほしいな。君はいらない。あ、あぶね。あ、スーパーじゃないこれ。スーパータイム。おお強い。どこまで保持できるかな。なんか数ターンぐらいでなくなりそうな気がするんだけど。オッケー。いやー強いスーパー。よいしょ。オッケー。はいだー。もっと強情でできてもいいんだけどな。思ったより出てこへんな。シャイなのかな。あ、いた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 。こっち来い。はい。よし。あー、いた。これで、ここに錠前を入れると。錠前入れたらとりあえず OK かな。とりあえず OK。返して。粘ってもいいねんけどな、ここ全然。粘ってもええことないんで。次の階層行きましょうか。行きましょうか。ちょっとここ粘ろうか。ちょっとここ粘りましょうか。逃げながら粘ろうか。こっちっすね。あれなんやろ。ああ、かいわれおる。下から行こうか。あれなんすかね。うーわ、マジで。
これもしかしてだけど、マゼモンちゃんに入れちゃったら、鬼強くなるんじゃない？これもしかしてだけど。あ、いるし、しかも。こんにちは。ギリギリ届くな。よいしょ。で、よいしょ。オッケー。あー、最高。しかも祝福されてたしなんか。いいですねー。これだから夜はたまらん。はい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 。夜ちょっと明けそうなんで近づいていきましょうか。いやー、鬼強いんですけど、この段階だとちょっと分かってない、識別できてないものもあるんですけれども、ちょっと影の入れてみましょうか、後でね、ゴール手前ぐらいで。ちょっとこの段階で一回入れてみようか。あーっと、なんやこれ、おにぎり、え、変化ではないよな、これ。何やったっけ？おにぎり飯に変わるやつ。え、な、なにこれおにぎりに変わってんけど、変化か？これ。変化やな。変化っすね、多分。まぶしい。うわ、挟まれた。よいしょ。なんかスーパー状態切れてない？気のせい。気のせいじゃないね。なんかスーパー切れてんねんけど。あ、腹減ったからか。いやー、ちょ、これ行きましょう。さあ40回ですね。まあ、この階層をクリアする時ぐらいにちょっと今回はここまでで終わりにしようかなと思います。特にね、なんかこう大きいイベントがあったわけでもないんですけれども。ナシャガ君が出てきたんだね。そうなんだね。あらー、危ない。これはちょっと危険。あー、もっと危険なやつ来た。やめてください。ちくしょう、焼きおにぎりぶち込むか。焼きおにぎりぶち込む、いや、銭湯ぶち込んだ方がまだいいな。銭湯ぶち込むか。なんでいつもギリギリお前は一旦ぐらい待てへんにゃ、あんまり。アホンダラが。はいよ。一旦ぐらい待ちなさい。ええー、らいのがおる。あ、鬱陶しい。鬱陶しい、こいつ。ちょっと起きろ。起きろ。あ、起きろ。起きろ。あ、オッケーオッケー。寝るんやったらオッケーよ。睡眠増えやんな。いいよ。いやー、五条はいい子やで。こっち来てないの？よし、戦う。ナイス。いやー、でも結構強いな。いやー、金食いコンボ超強い。
あ、もう。しゃ。気配察知つけて。あれ、奥にいるの強情かな？あ、ミスった。いやー、違う。なしゃがくんだ。じゃあ、よくない。あ、君はいいよ。はい、はい、はい。あー、君もいいよ。はい、いらっしゃいませ。よし。じゃあね、ちょっと今日はここまでで、一回終わろうかなと思います。20回ごとにちょっとね、区切りがいいんで。あ、ちょっと悩みも、ちょっと時間がね、だんだん長くなってきてるような気がするんですけども、まあ、40回後半ぐらいからもう即折りほぼ決定みたいな感じでもあるので、ちょっとそこはもうアイテムがまだでもな、微妙なんで、ちょっとここ稼ぎどころなんだよな、若干の。あと42回、43回とかが、モンスターの種類が結構少なくて、まあ、スカイドラゴンとナッシャーがワンチャン気をつけてぐらいだと思って、まあ、44回から、握る親方が50回までずーっと出てくるので、あ、スーパーゲイズも出てくるし、もうわけわからへん。もうカオスが続くんで、こっから。まあ、それ前にちょっとね、どうにかしようかなと思います。どうにかできればね。まあ、ギタンが今のところ6つあって、なんとかなるかな。あ、ちょっとこれ、時間過ぎちゃうんで、一回ちょっと中断します。というわけで、まあ、最後までご視聴ありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら、バイバーイ。